皆様おはようございます。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、ちょっと短い動画になると思われます。ステーキソースの作り方ね、クリスマスに向けてステーキガツンガツン皆さん焼いてね、食べて、あれこれ味付けどうすんだっけっていう時にね、見ていただければ幸いかと思われます。はい、まずですね、入れ物ですね。はい、入れ物、そしてね、今日おちょこでいきますか。それでは早速ね、作っていきたいと思います。まずみりんですね。はい、みりんをおちょこにトップラトップラトップラコンコンですね。はい、1ですね。はい、1入りました。はい、そしてお次はお醤油ですね。はい、お醤油をまたおちょこに、トップラトップラトップラコンですね。はい、1。はい、みりんとお醤油11入りました。はい、そしてここにお砂糖ですね。はい、お砂糖もこのおちょこに1ですね。はい、ちょっと入れていきましょう。ちょっとこぼれちゃうといけないんで、こんな感じで、難しいな。はい、こんな感じでガツンガツンツリリンリンリン、もうちょいか。はい、こんな感じで1、はい、こんな感じですね。まあ、111ね、入りました。ちょっとね、ゆすいちゃいましょう。ババババ、あ、先に砂糖入れたらよかったですね。すいません、ちょっとみりんが多くなっちゃうかもしれませんがね、ガガガンガンと、ゆすいでボンと。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、そしてですね、今、醤油、砂糖、みりんすべて111ですね。はい、そしておろし生姜ね、ガツンガツンすりりんこですね。はい、これちょっとね、まあスパイシーな、まあ方がいいよって方はね、思い切り入れちゃってください。まあ普通の味で楽しむよって方はね、まあ普通にこんなもんですね、こんなもん。はい、そしてここにですね、最終仕上げですね。はい、ニンニク、はい、これもおろして入れちゃってください。はい、はい、ガツンガツンスリリンコですね。はい、これおろすときにね、手一緒にすらないように気をつけてくださいね。もうこの端っこのをすれないんでね。はい、もうこのままガツンガツンスリリンコと、ガツンガツンスリリンコと、はい、あとはこれを混ぜ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 ティングですね。はい、混ぜ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 ティング、ちょっと味見してみますか。最高最高最高ではございませんか。はい、こんな感じでステーキソース、仕上がりました。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、ステーキソースの作り方、これを動画にしてみました。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク、1票入れていただければ幸いかと思われます。はい、それでは短い動画で失礼いたします。またお会いいたしましょう。